ジと2球で勝負酒ファン、賢いね、ヤンキース6レーガーディアンズ、日時間23日ニューヨークヤンキースのアーロン・ジャッジ、外野手が22日、日時間23日、4度コロチでのガーディアンズ戦に、3番、中堅でスタメン出場し、5回の第3打席で、カウント2-0から、申告敬遠された。この光景に、ファンは、臆病者が、賢いねなどの反応を示している。米メディア、ジョムボーイメディアのヤンキース専門アカウント、トーキンヤンクスでは、ジャッジに2球ボールを投げ、そして、そこから彼を敬遠して、満塁になったとして、映像を公開。2番手で登場した、ガーディアンズのニック・サンドリン投手は、ジャッジに2球を投じたタイミングだっただけに、ファンは、呆然だった。結果的にウェルスに、儀比、スタントンに3ラン浴びて5回に4失点。打席途中で勝負を避けて、後続に失点を許し、まさに奇妙な動きね、かっこ笑い、ビビってるな、腰抜けがなどの声が飛んだ。ただ、申告敬遠の選択が賢明だったと考えるファンも、見られ、そうなったことを、私は好まないが、スマートな野球だ、彼は、文字通り、ボンズの扱いを受け始めるねなど、ジャッジの脅威を表現するファンも見られた。フルカウント編集部。